とうございました。ということで一番最初ですね、島形リカバチさんと言います。たまに路上とかやってます。すいません、緊張で、ね、全然ダメダメだったんですけど、まあ僕は前座なんで、ね、次の人たちもね前座なのであまりまあできなくていいのかなと思ってます。で今やったのが押尾幸太郎さんのビッグブルーオーシャンっていう曲で、ちょっと緊張して全然ハーモニクスとかもならなかったんですけど、まあソロギター、アコギって言ったらソロギターとか、まあ、いろんな叩いたりとか、そういういろんな奏法ができるのが魅力なのかなと思って、やってみましたで僕なんですけど、ちょっと一昨日まで今日のライブあること知らなくて、なんか聞いてはいたんですけど出るとは思ってなかったから、で電話かかってきて、あ、今日出るんですかって感じになって、全然練習してなかったんですよ。で曲も昨日まで夜勤やってたんで、ちょっとまだヒゲとかも生えてるんですけど、はい、ちょっと練習もしてなくて、まあ、言い訳になっちゃうんですけど、でちょっとさっき曲を何やろうかなと思って考えて決めたんで、世界の終わりの眠り姫っていう曲をやろうかなと思います。で、まあ、せっかくここはパラっていうことなんで、僕もちょっと普通に聞きたいんですけど、なんか最近ハマってるというか、いろんな奏法やった方がいいんだろうなと思うので、スラム奏法っていう奏法で弾こうかなと思います。で時間もないので始めたいと思いますよかったら聴いてください。
ありがとうございました。